車両の例、円鉄観光は、円州鉄道が、静岡県円州を基軸に行う、貸切バス事業、ツアーバス事業、旅行業の通称である。円鉄観光グループ、円鉄観光バスグループには、円鉄トラベルがあり、以前には、浜松観光バスも存在したが、それとは別に、円州鉄道本体で観光事業を行うことにより、円鉄直営の 各事業との連携の強化を図っている。また、浜松駅、バスターミナルをはじめとする、乗り合いバスの窓口でチラシを配ったり申し込みを受け付けたりするなど、宣伝、予約面での協力も強化している。なお、乗務員に関しては、かつての浜松観光バス乗務員を除き、乗り合いバス乗務との完全分離はされておらず、定期貸し切り拘束の承認制度に基づいている、ほか、 矢印右側の担当乗務員はそれより左の乗務を行う場合がある。1969年にこの愛称の使用を開始した個人での参加を促進する個人参加型バスツアー。一人でもリラックスして参加してもらうため、1グループ6名まで中学生以上のみ大きな声での会話の禁止など個人旅行としての形を整えている。添乗員が乗務しない。 往復のバス輸送がメインとなったツアーバスである。最小最高人数一人であり、極めて乗り合いバスに近い面を持つ。中でも、現在は廃止された渋谷、六本木行きは、目的地が観光地でない渋谷駅での下車もできる、片道利用ができるなど、極めて高速バスに近いが、運行日、限定、小2同額など、ツアーバスとしての側面も持っている。なお、 渋谷、六本行き以外は往復利用が前提となる。こちらもちょこっとお出かけ便に近いが、片道利用が可能となる。集合、解散、現地滞在時間での案内ではなく、出発時刻の案内となるなどより高速バスに近づけたものである。ただし、目的地が観光地ということもあり、観光地へ行く高速バスというイメージを持たせている。エクセルワイド通かつては、 子会社の浜松観光バスと合わせて500台近くの貸切車を保有し、全国でも有数の規模であったが、リーマンショックをはじめとする不況や時代情勢変化の影響を受け、現在では200台弱の保有台数となっている。乗り合いバス車両と異なり、炎鉄観光、または炎鉄と表記されるが、ゆとりのなどサービス名が表記されることもある。また、 夏季のような車両相性が大きく表記されることもある。2010年には、静岡県下発のトイレ付き貸切車両と、サロン付き車両が、3加の浜松観光バスと共に導入され、それぞれプレミアムロイヤル、ニューロイヤルの相性がついている。なお、リフト車、スーパービューイズは2012年1月までに、全廃。2016年3月1日からは、全車両が全面禁煙となる。 遠鉄鉄観光バースグループでは三菱不走日野、伊子図の3社が採用されている。伊子図は長らく採用が途絶えており在籍していない。期間が長かったが2014年に久々に導入が再開された。日野製の車両はセルガになる前のブルーリボン時代までは全車富士重工ボディを採用していた。またかつては路線車では存在しない。 富士重工ボディ仮装の三菱不装車も存在した。乗り合いバス車両は、遠州鉄道、ただし、日の問ス鈴は、J バス製の統合車種である。ありがとうございます。